And Ivy. さすがに起きて多分10分ぐらいしか経ってない。これはやべえぞ。おはよう。いつの筋肉痛？え、アクションした時の。この間さ、稽古の時の。長引いてるね。これは治りませんわ。これやばいんじゃない？2月ずっとじゃない？ってこれからもずっと稽古するし、ずっと、うん。起きて10分の顔、まあまあクオリティ高いで。え、何？お肉食べた方がいいの？え、なんでみんな見れてるん？配信。そんなさ、まあ、土曜日かっけ。にしてもみんな、反応早いよな。すごいよ、ありがとう。おはようございます。お昼から仕事。仕事なんや、大変や。頑張ってね、頑張ってね。お仕事やって、えらいね。土曜日は暇です。暇なら何すんのさ。お仕事中だから見れるのですよ。わらわらじゃない、わらわらじゃないのよ。ショールーム中に仕事するんじゃないよ。わらわら。しのさんのファンレベルが上がりました。ありがとうございます。そうか、今日は土曜日でもあり祝日でもあるよ。あ、今日からスプラのフェスか。スプラやってるん。何に投票した？もしかしてライバルかな。ちなみに私はビターチョコです。フェスって結局なんだっけって思いながら、去年ねまともに参加できずに終わっちゃったんだよ。バラニックありがとう。え、一緒？マジ頑張ろう。じゃあ、あれって結局何、勝ったらいい？勝敗？
勝敗で決めるのかな。どういうことなんやろ。フェスの意味がまだ今一つ分かってない。バラありがとうって言ったかな私。もう30秒前の会話喋りすら覚えてない。スプラトゥーンのねイベント、なんだろう、ゲーム中のゲーム内のイベントみたいなあって、なんて言うんだろうね、他のゲーム、でもイベントだよな、ゲーム上で開催されるイベントがスプラトゥーン3で、スプラトゥーン3 おはよう。フェス期間中でもバイト9割してますけど、それ深夜コースじゃないですか。深夜にスプラ、でもとりあえず買ったらいいんやろ。景品もらえるん、あれって。あとあれ、なんかフェス中に T シャツを借りるんだけど、ゲーム上でそれを返さなあかんな、確か。私前返し忘れたし、ホラガイも使い切るの忘れてて、すごく無駄なことをした去年。おはよう。おはよう。まだ寝たい。寝たいよ。けどなんか毎日これくらいの時間に起きれたら理想やんな、マジで。人間の生活として一日の始まりとして。24歳はやっぱちゃんと起きよう、ちゃんとしよう。寝てないの？いや、寝ましたよ。昨日あれ配信終えたの何時だっけ？ 1 時前か。あの後割とすぐ寝ました。寝れないんだよな。だ、寝れない理由は多分毎日体力を使ってないからだったんだ。だからいや、でもこれまでの稽古期間も
寝てないわ、普通に疲れてるのに。よしあきくん、バラありがとうございます。ありがとうございます。ちゃんとしてなくても生きててくれれば OK？ いや、そりゃ生きてるよ。そりゃ生きてるけどさ。そういうことじゃない。生活リズムがその変なさ、昼夜逆転みたいなしてても、ちゃんと生きてる人は生きてるからな。クソ、でててて、できないし、早起きは体調悪いし、けどちょっと頑張ってみようとは思うけど、理由はないけど、理由はないけど、ちょっと人間らしい、生活を。いいじゃない、その方が一日を有意義に使えて。夏早起きしてない。全然してきてませんですね。多分。だってクーラーが効いた快適なお部屋で寝てるから。夏が恋しい、マジ？マジっすか？恋しいとは思わないけど。でも冬だけど、なんか冬限定のなんか楽しいことあんましてないな。サマータイムってなんだっけ？なんかある一定期間だけ、時間、日にちなんだっけ、時刻、ちょっと変わるんだっけ。どこの国だっけ、オーストラリア。
年はちゃんとする今年はちゃんとするって言っても2月、いやまだ間に合うよ、まだ間に合うよ2月。けどさ、あっという間に2月だよね。どうする？早すぎるよ。なんか2023年くんにもうちょっと落ち着こうぜって、ちょっとスピード速いかなって、もうちょっとゆっくり時間たとっかって、うわ桜の季節か、あいいね、桜と写真撮りたいわ。桜桜今咲き誇る。お、占いで今年は最大モテ期だけどよく慎重に選んで幸せになってね。あ、大丈夫ですよ。多分面接するんでかわいそう、面接あるんで。最大モテ期か、みんなからモテちゃうのか、楽しみやな。サマータイム、一年のうち日中の時間が長くなる夏の時期に日中の明るい時間を有、ああそういうこと、有効利用するために、へえそういうことか。なるほどね、ありがとう教えてくれて。え、でもえ、それ私に合う生活、日中、あ、まあそっか、日中の時間が長く、え、でもいいよ、もういいよ、朝11時の朝っていうぐらいの私でいたいわ。うん、ギョイギョイ、ギョイで思い出したけどさ、忍者に結婚は難しいっていうドラマがあるんだけど、
無音って言うから一回配信アプリ落とした、一回大丈夫かな、はい多分大丈夫だと思うので喋ります。そう、その中、そのドラマの中でさ、あの食べたパンのカスをそのまま床に落とすみたいな聞こえてないかこれ。聞こえてないの？聞こえてるか。ハートまさくんありがとうございます。5分は言い過ぎやわいやそう、それでね、そういう、パンのカスを床に落とすとか本当にありえないみたいな、そういうシーンとかあってさ、もちろんそれちゃんとやってる人ももちろんいるのは分かって、承知の上で、承知の上で言うの。だからうちのおとんがさ、マジ実際本当にドラマ中に七尾さんが言ってることを弟もそうやけどやってるし、言ってんのにやってるし、で私この間も怒るほどでもないけど、リビングのテーブル使おうとしたら、ジーが朝食べたパンのカスがいっぱい落ちてんの。もう私あのさ、どうしてこうなるかなって言ってさパンの食べこぼしですかなんて、なんで吹かへんのっつって、ほんまに意味が分からへんって、食べた後気になるくないこれ、吹けばいいやんっつってほんまに意味分からんわとか言ってで私がわーって吹いて、あーごめんごめんごめんとか言って、うわーこれ一回だけじゃないからまたやんねやろなと。誰も掃除しないのって言えたが、食べた人が掃除するべきでしょって、食べた人が掃除するべきなのに、気づいた私が無言でやるのはおかしいから直してもらうためにちゃんとしてって、おはようございます。さあ10時を過ぎた、回ったところで、よいしょ、お別れの時間となりました。早いですね、申し訳ないね。え、ミヤッチがさっとやってあげたらどう？え、嫌です、意味が分かりません自分の食べこぼしぐらい管理してくださいよいしょっと、もうぞもうぞ、よいしょ。オイラは食べ物屋さんで食べた後はテーブルで拭いて椅子をきっちり戻します。はい偉い、はい偉い、それがその通りです、優秀です。はい、ではライブランキングを読みたいと思います。誰？ヤーマンはヤーマン、ルンさん、トックさん、空飛ぶうさぎさん、ヨシカナさん、アポカリプスさん、秋重さん、
ライザーくん、おっくん、手巻き寿司おさん、しのさん、ニック、コラコラさん、まさくん、1位がよしあきくんでした。ありがとうございます。そうなんだよ、アイメイクだけバッチリやけど、こっちに色塗ってないからすごい血色ない人みたい。でも目は可愛いでしょ。ではバイバーイ。ポチ、すごいなんかおかっぱちゃんみたい。